稲庭岳は岩手県二戸市にある標高千七7 8メートルの山である。稲庭岳は昔は西側の田山方面への登山道があり、南側の登山道は比較的最近作られたものであった。地質は第四期に噴出した稲庭岳両奇跡安山岩及び火山砕設物であり、 比較的なだらかな産業が広がる。最新積雪芯は、山体上部では1.7から2.0メートル程度で、ある。植生は、古くから人為影響下にあったため、山緑部には岳干馬、ブナなどの虹林が広がり、唐松人工林や、牧野も見られる。山頂付近には、樹高4から5メートルの岳干馬林や、密生した、千島笹原の中に、 受高2から3メートルの岳看板、七窯戸、千島桜などが点在した低木林が見られる。南側の登山道沿いの標高990メートル地点に1本だけ大白びそが生えている。キャンプ場からの南側の登山道は45分程度で登れ、車椅子やマウンテンバイクでも登山が可能である。東側の登山道は1時間程度で登れる。 稲庭岳の命名の由来は田山にいた段ぶり、長者伝説に固くされている。段ぶり長者には長者になったが子供がいなかったため、毎日稲庭岳を越えて天台寺の慶仙館ゼオンに十一日間通い続け、万願の日の夜に観音のお告げがある姫を授かった。夫婦は慶仙の申し子であるというので、姫をカ姫と名付け、天台寺にはニ口を奉納した。 ダンブリ長者は、八戸に縄城を作り、これを千北に水田を作って植えたとされる。また、各地から集まった稲を、稲庭長根に長瀬場を作って乾燥させた。これが稲庭岳の名の始まりと伝えられている。また、ダンブリ長者の黄金の財宝が稲庭岳の山頂に埋められているという伝説もある。数の軍伝、山村真由美ビル長者の本寺では、 田山の平間伝集落の川の上流にあり、稲穂を集めて干す場所にしたために、当県の学と名付けたとしている。ありがとうございます。